そこに、進化は、鈴木木鈴木キアにクに所属する魚類の分類群の一つ。そこに進など外洋で生活する深海魚を中心に、少なくとも一族7種が含まれる。加盟の由来は、ギリシア語のバシースとラテン語のクラッピーから。そこに、進化の魚類はすべて海水魚で、西部太平洋からインド洋にかけて、及びメキシコ湾周辺の外洋に分布する。 海底から離れた深海の中層を表演して生活するものと見られ、水深300から800メートルの範囲からの報告が多い。日本近海からは、そこに死に一種の実が知られていたが、2014年に新種としてベスクラッピーニクパリニーが高知沖から報告されている。採集されることが比較的稀なグループであり、本家魚類の生活史についてはほとんどわかっていない。 左右に平たく側平たし、イワシやニシン類と似た体型を持つ。一般的に小型の魚類で、体長は最大でも20センチメートル程度である。背びれは一つで、体の後方よりに位置する。背びれの棘状を描き、軟状は8から10本。尻びれの規定は長く、1本の棘状と24から39本の軟状で構成される。背びれ、尻ひれともに、 鱗で覆われ、本家の英語での別名、ディープ、シースケイリフィンの由来となっている。胸びれは26から30何畳で、ヒレ状はやや長い。口は全状顎骨と主状顎骨によって縁取られる。椎骨は31個。そこに、進化には、ネルソンの体型において、そこに、親族の海一族7種が認められている。これに加えて、2014年には、 日本近海産の一種を含む二種が新種として記載されたほか、新族として、ニオベスクラッピー族の設置が提唱された。本家はかつて二親類と近縁と考えられ、1940年代には、独立の、そこ二親目として、二神目に続く位置に置かれたこともあるが、以後は鈴木目の一部としての位置づけが確立している。ありがとうございます。